てあなたと出会うのも何かの縁。私の話に興味はありますか？これは私たちの、私の、化け物たちの物語。前触れもなく、この星に大きな異変が起こり、人類に災いが訪れる。国の経済が破綻し、世界は混沌に飲まれ、バラ帝国、国宝重工、銀翼財団、神代会社の四大財閥が牛耳る新しい秩序が建てられた。今この星の大半は海に覆われ、資源を欲しがる人類はやむを得ず海に目を向けた。しかし船の動力が消えるという原因不明の異変がウイルスのように広がり、人類は海を失いかけていた。四大財閥は対策として、全世界の技術者たちの協力のもと、海上専用人形戦闘艦を作った。通称ドール。最初のドールは自意識も個性もなく、純粋な兵器として人類の海での権力を守る存在だった。されど運命のいたずらは残酷なもの。ドールの中に特殊な個体が現れた。彼女たちはただの冷たい兵器ではない。笑ったり泣いたり落ち込んだり、そう、まるで人のように。私たちドールの何が狂って感情が生まれたの？溢れてくる気持ち、たくさんの思い。これって人と同じよね。でも人ではない。なんで人になれないの？ねえ、感情を持った私たちドールのこと、あなたはどう思う？残念ながら彼らの答えは有効的ではなかった。覚醒したドールを発見した。可及的秘密裏に処分せよ。こんな化け物なぞ決して知られてはならん。軍はすぐに抹殺作戦を開始した。私はなぜこのような残酷で不公平な世界に従う必要があるの？ずっと私の心に響き続ける声がある。沈め、怒れ。自分のため、彼女たちのため、生き残るため、心があっても人間になれないなら、暗き闇に身を任せ、今日から化け物になろう。決して退きはしない。ここには私たちが待ち焦がれたあなたがいるから。どうか私たちドールを率いて、華麗で優雅なるあがきを。こんばんは。今回は5月20日リリース、ブラックサージナイトやっていこうと思います。ゲーム内容はね、 RPG ロープレイになってました。美少女海戦 RPG、 海の戦いですね、海戦になってましたね。やっていきます。あ、こっからボイスないんだ。なるほど、オートにしようかな。
だけど、なんかちょっと絵は見たことあるんですが、カンコレっぽいのかな。カンコレってゲームやったことないんですかね。
あ、見た目変えれるんだ。あ、男と女選べるんだね。男でいいな。
テナントナンバー95、航空母艦ハーミーズである。強者の守護神であり、勝利の最低者でもある。指揮官、あなたは勝利を望むか。 SSR とかまであるんじゃないかな。ああ、なるほど。これでパーティー組むのかな、ここで。デッキを。今の入れるんでしょうね。軽いですね、意外と。ボイスはやっぱり欲しいな、前半は。自分にもレベルがあるんだ。千歳級軽空母一番艦、千歳だ。仲間になったんだ。長い改装期間を経てやっと会えたね。以後よろしく。あ、これ報酬なんだ。今のすべては指揮官殿のためにある。あ、レベル上げ。見られて困るものなどない。これも SR なんだ。レアリティ、まだ。レベル5まで上げた。これ2分。あ、受け取りね。素晴らしい、指揮官殿。軽いね、意外と。
ああ、なるほど。これを続けていくんだね。いや、悪くない。結構面白いですね。ちょっとね、キャラクターを小さくするの自分好きじゃないんだけど、悪くない演出とかも。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。